ったほどの展望ではなかったかな。まあ御嶽自体は夏に行こうと思っているんで、また暑い時期になったら涼しいところに行こうかなと。今行くと寒いだろうしな。気持ちいいんだよな、こういうとこ。なんかない。この景色を見ながら走ってると、すげえ体がなんか癒されとる。不思議な感じ。ここ左ですね。名古屋陸運局認証整備工場、ここを右だね。ここを右に行って、ここを左か。サルスベリ街道、東金っていうか、東金サルスベリ街道県道70号、県道70号に入りました。岐阜県道だな、多分というか岐阜県道だろう。手出さんのについ手を振ってしまった。がまた手を振ってしまった。今日の俺はどうかしている。72号、まだまだサルスベリ街道、ああ空気も気持ちいい、気温がちょうどいい感じだな。すげえ気持ちいい。
道72号くねくね道がエアピンが続きますね。あとは行きませんけど、やめろドリフト走行。でもタイヤ痕はそれほどというかほぼないけど、くねくね道だな、ここ72号。この先もカーブが続くな。うー、安全運転で。うわ、こ急カーブ、エアピン、しっかり減速します。あとはもうどこ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 曲がりますよ。惰性で曲がっちゃう。そんなハイスピードで曲がったら私は無理っす、飛んでっちゃう。綺麗だね。今日は後ろからも車もバイクも来ません。前に遅い車もいません。マイペースで走ってます。ここはでも制限速度書いてねえな、書いてねえっていうか表示がないな。ここでまた細なる。途中だけか、道幅広かったのは。からそう、まあ細いってもすれ違えるだけの、すれ違うだけの道幅は全然あるけど、路面はいまいちです。ガタガタ言っとる、ガタ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 。よっしゃ、これで抜けた感じかな。
オーバー3人オーブネムリンドウ行くんかな。車に乗ってオフに行かない人とは違って、なんか林道を走ってます、走りに行きますっていう感じだったな。おお、山が見えます。気持ちいいです。右折してあの山かな、目的地の展望台は。もうちょい行って県道408号に入る。木ですか。なんかちょっと変わった石像があったな。中の方。とりあえずこのまままっすぐで良さげです。おう、あ、いいね、いい感じの道に入ってきましたね。県道408号、よそ見するわね左の道に気を取られとった。ついによそ見をしてしまう。牛の匂いが、なんとなく気のせいかな、牧場の牛の匂いがしてきた。ちょっと路面が汚れてます。落ち葉と穴ぼこの開いたアスファルトの小石が転がっております。
れ濡れ、めっちゃ濡れとるやん。これはもうびちょびちょや。わしの靴が、あ、そうでもなかった。ちょっとカーブが続くな。この先は虫が飛んでこんな。シールドを開けて、あー気持ちいいな。シールドを開けると気持ちいい。2速でとことこ。3速。対向車はしません。3速でポコ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 っと。また路面が濡れとる。虫が飛んどる。ちょっとシールド閉めとこう。ガードレールね、ほう見ちゃった。怖え。谷底へ落っこってます。後ろから誰も来てません。後続車なし。ようやくこれで細い道抜けました。で次はこのまま408号か。408号を走って、今度は県道68号か。左折。今日通ったよな、こっち。これが県道60、68号か。ペトログラフカゴ名詞。こっちか。望郷の森。
しゃ、あお、左手に町というか村じゃねえのか、町になるのか、景色が見える、木の間から。ちょっと軽くカーブが続く道、600m、まだもうちょい、ああ見えてきた、ナビには見えてきた、あまりナビに撮ると危ないけど、この先をヘアピンを曲がって直進したところに目的地があるな。東京の里、あ、林道通行できません、チェーンが当たった。駆け上がれ、3速4速70キロ近く出ちゃった。ペトログラフだけど駐車場とかねえのかここ。止めてくか、倒れんような場所に止めてこんと。これか、これは道路からすぐ近くにある。ぐるっと回れるけど、何ですかこれは。周りはこんな感じ。まあ特に見るほどのもんでもないのかもしれない。上登ってみるか。20メートル、これか。ここにも、なんでこんな形したの。あ、誰か削ったか。暇なやつだ。なわけねえな。ペトログラフ散策と。プログラフは岩に刻まれた文様のこと。文様刻まれとる。これじゃ。先にみたいなのか。これが文様か。どういうこと。こういう線みたいなのか。
次行こう。230か。一旦切るか。上まで来たけど、なんだこれ。これは引き上がっちゃった。岩があるけど。刻んだというより自然のひび割れじゃねえのかこれ。これ ここまで登ってきて上ゲップが見るほどなもんでもなさそうです。暇な方は登ってみてください。50過ぎた普段運動しないおっさんにはきついです。とりあえずバイクのとこ戻ろう。